16号整形外科山田詩織枕研究所の山田詩織です。今回は冬のお役立ちグッズ首枕についてお話をしたいと思います。首の痛い方、首が凝る方、手足が冷え性の方、必見です。山田詩織枕研究所の首枕、この3大特徴は、まず首を安定化すること、そして保温すること、温めること、もう一つが首を安定させながらもフレキシブルに動かすことができること、これが、一般的な硬い首のカラーとの違いです。首枕をつけることによって、朝の寝違いや首の痛み、肩こり、首からくる形成頭痛、手がしびれる方にとっては非常に良い効果をもたらすことがありますので、適切にこれを使っていただきたいと思います。どうされましたか？はい、実は僕も去年首を寝違いで痛めたんですけど、その時診察を受けて先生に内服薬、痛み止めは入れますかって聞かれたんですが、胃がちょっとダメな、痛いので弱いので、湿布を出されたんですけど、湿布を使っていてもなかなか痛みが取れないんですけど、どうすればよかったんでしょうか？それはですね、湿布を貼ったり薬物を使うということは一定の効果はもちろんあるんですけども、私が最も重要だと思うのは首の安静を保つことなんですね。湿布を貼っても首がグラグラしてしまうことは変わりがないじゃないですか。その時に首を安定化するのに、日中はこの首枕、寝ている時は体に合った枕を使うことが首の安定のために重要です。日中はこの首枕を使っていただければ、もしかすると薬物の量もすごく少なく、そして効果も発揮できて、かつなるべくこういったものを利用することでうまく治療ができたと考えられます。首枕をすればよかったですね。そうですね、早くしておけばよかったです。はい、先生、その首枕はどのような効果があるんですか？解剖学的に言うとですね、首枕をつけることによって頸椎という首の骨、そして椎間板という軟骨、これが安定化していい位置をキープすることができます。そうすると骨の中に入っている神経、これが安静が保てるので、神経が感じている痛みやしびれ、こういったものが改善するわけです。また血流が良くなると筋肉に十分な酸素の供給ができるので、組織、傷んだ組織が回復することができるんです。両方とも首にとっては良い影響があると考えています。首枕の大きさと素材についてお話したいと思います。首枕は縦が90センチ、幅が9センチ、厚みは潰さなければ3センチぐらいあります。先生、なぜ幅が90センチと結構長いんですか？これは2回ほど巻くためにこのような長さになっています。男性でも女性でもほぼこれだけの長さがあれば2回巻くことが可能です。2回巻くことによって顎下が二重になっているため、非常に顎の安定、ひいては首の安定が良いという構造になります。では中身を見てみましょう。このように外カバーのポリエステル素材と、内カバーのウレタンと綿素材、ガーゼ素材に分かれています。外はガーゼでくるんであります。そしてこのように全部手縫いで縫っているんですけれども、この部分をハサミで切って中身を見てみたいと思います。中身は綿の素材と、それをさらに剥いてみると、中にウレタンのシートが入っています。当院では1970年代からこの首枕を手作りしているんですが、
一等最初はこのようなウレタン素材は入っておりませんでした。綿のみでした。でもこれでは数年使ううちに綿がだんだん潰れてしまって、最初のようなつけ心地がなくなってしまう、安定性が悪くなるということで、このウレタンのシートを入れることによってより耐久性が増したわけです。長く使っていただいても決して中身が折れたりぺっちゃんこに潰れたりしないような強い構造になったわけです。ガーゼの素材はどなたの肌にも優しいので、アレルギーが起こることも、ゼロとは言いませんが少ないと考えています。では次に、この首枕、とても首が長い人、短い人、誰にでも合いますかという質問をいただくことがあります。とてもお首が長い人でしたら、ちょっとした工夫として1回目と2回目を少し高さをこのようにずらしていただいてはめるようにしていただくと安定性がよく使用することができます。逆にとても首が短い人ですと、この長さがちょっと高すぎてしまうので、少しだけ真ん中を打ってちょっとこのように少し小さめにして巻いていただくと首の短い方でも合います。少し折っていただくか、2回巻くときにずらしていただく、縦にずらしていただくことで首の短い人にも長い人にも対応が可能です。試してみてください。僕も愛用しているんですけど、首がすごく楽なのでもう手放せません。今日は中身の構造がよく分かって、どんな風に支えできているのかよく分かりました。これからも使い続けたいと思います。ぜひ皆さんも使ってみてください。ぜひ皆さんも使ってみてください。この動画をご覧くださった皆さん、高評価、チャンネル登録お待ちしています。よろしくお願いいたします。